クエストコディアック100型、クエストコディアック100は、アメリカ合衆国の航空機製造会社クエスト、エアクラフトが製造している、高翼単発ターボプロップ機。未舗装滑走路における運用も可能な頑丈さと、経済性を両立している。主に旅客輸送など汎用用途に用いられている。クエストコディアックは、ホームビルト機製造会社であるストダード。 ハミルトンエアクラフトの前社長トム・ハミルトンとプロテスタント系選挙組織国際人道援助 NGO であるミッション・アビエーション・フェローシップやハースとの話し合いの中から生まれた。これらの組織は第二次世界大戦のパイロットたちにより戦後すぐに南米、アフリカ、アジアの未開地へ航空機を利用して選挙をする目的のため設立された。マフィア・ハースは 未舗装滑走路や河川から離着陸できるが安定で経済性の良い小型汎用機を必要としており、トム・ハミルトンはこうした性能を有する航空機は他にも需要があると考えた。技術設計は1999年に開始され、会社組織も2001年に立ち上げられた。市場調査の結果、アルミニウム構造、短距離離着陸性を有する乗員10人強の 汎用機となった。同タイはビーチクラフトキングエアを参考として設計された。エストール性能を達成するため、前円フラップなどに高揚力装置を設け、高性能を誇る 750HP の PT6A-34 ターボプロップエンジンを採用した。座席は着脱可能になっている。パイロットが利用するドアの他に乗客用として、 胴体後部に48.5インチ50インチのクラムシェル型ドアが設けられており、ドアの下部は乗降時のステップとなる。操縦席はガーミン G.00 によるグラスコックピットが装備され、オートパイロット可能になっている。コディアックはフロートを取り付けることで、陸上滑走路だけでなく、水上からも離着陸できる水陸両用機となる。2010年6月にワイペア製。 ワイプリン7000アンフィビウスフラッツを装着した機体で追加形式証明を取得した。2015年8月26日にクエストエアクラフト社の創業者の一人が経営するエリセット社の炭素繊維複合材フロートエリセット6650を備える機体の追加形式証明も取得した。スカイダイビング用途として上降ドアをダイビング用に改造したモデルが発売されている。 あるダイビングスクールでは1300フィートの滑走路から最大13人のダイバーを乗せて離陸し、1日に20回のフライトを繰り返している。警察、軍、政府機関による情報、監視、偵察任務や航空写真撮影にも用いられる。同年11月には、同社はグリコール系フルードを用いる着氷防止装置のフライトイントゥーノーンアイシング条件下における 形式証明も取得した。日本の国土交通省航空局からの形式証明は2015年11月6日に取得した。欧州航空安全機関による形式証明取得も申請中である。初号機は2008年1月にローンチカスタマーのスピリットエアーに引き渡された2013年9月時点で合計100機が製造されており、記念となる100機目は サンステイトアビエーションに引き渡された。11機作るうち1機の機体を選挙組織に低コストで販売するクエストエアクラフト S クエストミッションチームプログラムを行っている。2015年には32機が製造されている。製造販売会社のクエストエアクラフト社は2015年に日本の常石造船グループの子会社となった。常石グループは 瀬戸内シープレインズ社を設立し、2016年から小道市を拠点として、フロート装備のコディアック水陸両用機を用いた遊覧事業を開始している。出展、フライング、フェブラリー2009、FAA タイプサーティフィケート、初言性能。ありがとうございます。